はい、皆さんこんにちは。遊び屋こいのぼりです。ついに1周年新忍者であるイズルの専用武器である風神ツルハの情報を解禁させていただきます。まず風属性武器といえばソーガの専用武器キルイムラマサ、そしてアマネの霊敵風紀かまいたち風縮蒼竜というね、4つの武器という感じでしたね。その中でもキルイムラマサに関しては根強い人気があり、そしてアマネの霊敵に関しては物語、そして高難易度お尋ね者でお世話になっている忍者も多いのではないでしょうか。ただ風属性武器は他の属性武器と比べて不遇とも言われており、ついにそこに追加されるのが今回の風神ツルハなのです。そして半周年に追加された武器はかなり強いイメージがあったため、今回の1周年に追加されるこの武器はかなり期待値が高いと思います。ステータスや使用感、そして武器を使う上での注意点を解説していきたいと思います。それではまずステータスについてです。ここから紹介するのは最大ステータスになります。最大攻撃力は1860、得点は 229%、 そしてクールタイムは 32.5 秒ということで、天照宮内のようなクールタイムの短めの武器です。次に精錬ですが、1から5までは最大レベルと得点がアップします。どの武器も同様なのですが、星6からの効果の上昇が大きいです。ご覧のようにスキルダメージプラス 15% からクールタイム最大で 2.5 秒ということです。なのでメインで使用するということであれば、クールタイム 2.5 秒を目標に精錬上げをするのが優先になると思います。次は突破についてです。ご存知の方も多いと思いますが、完全突破させるには同じ武器が7本必要になります。ただ突破すればするほどかなり強化されます。果たしてこの武器はどうなのでしょうか。まず突破1でスキル攻撃力 5% アップと攻撃範囲が若干大きくなります。ただイズルの専用武器ということで、突破1でイズルが装備した場合、スキル攻撃範囲が大幅に増加します。イズルをメインで使いたいプレイヤーは今回のピックアップで最低1突を目指すことが必須級ということになります。そして突には20% の確率でスキルに会心の一撃が発生するようになります。そして突3では武器スキルの使用ごとに10秒間の風属性武器スキル攻撃力プラス300、最大2回までということになります。メイン武器を使用後にサブ武器をすぐ使用するという形になりますので、ただ10秒となると高難易度ボスでは攻撃をキャンセルするためにスキルを使用するということになりますので、ついていてラッキーくらいのレベルになると思います。ただ突4になるとスキルダメージがプラス 15% にアップするので一気に強くなります。そして完全突破で会心率が 30% になり、会心ダメージもプラス 20% になるので超強力になります。それでは使用感になります。何発もスキルを打ってみましたので、ぜひ参考にしてみてください。基本的に一撃目をヒットさせてしまえば、動きの速いボス以外であればしっかりと多段ヒットを当てられる感覚です。そして火力が高いですね。ただこの武器を使用する上で気をつけなくてはいけないところがあります。前への攻撃は広範囲になりますが、後ろに関しては半分ほどの攻撃範囲になってしまいます。引きつけていない状態で放つとノーダメージになる可能性があります。なのでリーチに関しましては白い風のような斬撃の部分が当たり判定になりますので、しっかりと使い込んで本番で透かさないように練習しましょう。そして気になるだろう、ソーガなどの他の忍者が装備した場合は、今回は完全突破状態の武器の使用のみでしたが、突破で若干の攻撃範囲の変化はあれどヒット数は変わらないということなので、ソーガに使用しても問題なく強さは発揮できるかと思います。キルイムラマサと比較して風神ツルハの方が無敵時間が長いことから、貫突状態のソーガを使用する忍者であれば、忍術で追尾中、忍術ボタンから手を離さずに無敵時間を利用して忍術を当て続けるということも可能になると思います。ただそれにも慣れは必要になると思いますので、何度も練習しましょう。ということで今回は新忍者イズルの専用装備である風神ツルハの紹介をさせていただきました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。遊び屋こいのぼりでした。またね、良い一日を。